表情は変わりませんでしたが、どんな思いで投げていたんですか。ここまで来たんで、9回まで来たんで、僕は1点負けないで、本当に完封したかったんで、その通りやって。キャリアの中でも自信になったと思うんですが、そのあたりはどうでしょうか。そうですね、こうやって中盤まで緊迫したんですけど、緊迫した試合で、先に先制点を絶対上げないぞというのを投げたので、まあはい、それなりに自信になりました。昨日は執念の引き分け、今日は高橋さんのプロ初完封勝利、チームの雰囲気もいいと思うんですが、どうでしょうか。そうですね、まあ、でも僕は本当に、遅れてきてるんで、まあ、ここから少しでも、チームに貢献できるようにやるだけなんで、まあはい、ファンの皆さんも期待しています。16年ぶりのリーグ優勝に向けて、高橋さん、力強い一言お願いします。しっかり貢献できるように頑張ります。岩手のチームプロ初完封勝利、高橋さんと